モッジ型フリゲートはイラン海軍のフリゲートの艦級。なお公式の艦種は駆逐艦である。基本的にはイスラム革命以前からイラン海軍が運用していたアルバンド級を発展させた設計となっている。ただし同級はコドッグ方式の機関を搭載していたのに対し、本級ではガスタービンエンジンを省いてディーゼルエンジンのみとなっており、その分だけ、 速力も低下している。また電源としては、出力5 5 0ットのディーゼル発電機4機を搭載している。アルバンド級と異なり、完備甲板には、ヘリコプター甲板が設けられた。格納庫は持たないが、関西ヘリコプター1機の搭載に対応している。機種としては、ベル214の名前が挙がっており、 また武装した無人航空機の運用試験を行ったとも発表されている。なお、ヘリコプター艦板直前には搭載艇2隻が配置されている。レーダーとしては、ジャマランはアルバンド級と同じ AWS-1 を搭載して竣工したが、ダーマバントでは国産の3次元レーダーであるアスルを搭載しており、ジャマランも後にこちらに換装した。また、 ダーマバントでは、下記完成レーダーとして、WM-28 も搭載した。兵装は大きく変更された。例えば艦砲は、アルバンド級では、イギリス製の55口径 114mm 単装砲を搭載していたのに対し、本型では、イタリア製の62口径 76mm 単装速射砲。 あるいはそのリバースエンジニアリング版であるファジュル -27 を搭載した。また機関砲として70口径 40mm 機関砲と90口径 20mm 機関砲を備えるほか、全車を 30mm 口径のカマンド CIWS に換装した艦もある。艦隊艦ミサイルとしてはヌールを備える。また、艦隊空ミサイルとしてメラブを搭載する。また、 対戦兵器として3連装単魚雷発射艦を備えている。サハンドア2021年133日間4万 5000km の長距離航海を実施し、イランの最高指導者アリー・ハーメネイや国内メディアから称賛された。バンダレ・アッパースコを5月2日に出港してアフリカ大陸南端が回りで7月25日に、 ロシア連邦サンクトペテルブルクに到着。スウェズ運河を経由して9月9日に帰港した。経済制裁下で兵器などの国産化を進める抵抗経済の象徴の一つとなっている。ありがとうございます。